まあ、犬のトレーニングをするにあたっての基礎知識を学んでいきます。まあ、そんなね、しっかりこう、細かい専門的な知識というよりかは、最低限皆さんがしつけをする上で知っておいた方がいいよっていうところをまとめてみました。そもそも犬をしつける理由についてなんですが、なぜ犬をしつける必要があるのかっていう、結構そもそも論になってくるんですけれども、考えたことありますかね。まあ、犬をしつける主な理由としては、この3つと言われています。1つが家族とか社会に適応させるため。まあ、要は私たちがペットとして飼うにあたって、人間とか、あとこの世の中の、例えば散歩したらですね、工事をしてたりとか、人とか犬とか歩いてきますよね、猫がいたりとか。まあ、そういった中で犬がね、ちゃんと自分の言うことを聞けるようにしておくためということで、まあ、そういう家族とか社会に適応できるようにするため、まあ、ペットとして飼うために犬をしつける必要がありますよと。2つ目が犬との関係性を確立するためです。これは、まあ、犬とね、例えば関係性がすごくこう、距離感があったりとか、逆に犬がね、立場が上になってしまったりとかってなると、やっぱり犬が中心の生活になってしまいますよね。あと、ワンちゃんと、なんだろう、100%の信頼関係ができていないとなると、それもかなり危険なことにつながっていきます。まあ、それこそ後から出てくる問題行動とかにもつながるので、その犬との上手な関係性を確立するためにも、しつけというのはもう必要なんですね、ペットとして飼う以上。そして3つ目が人に対する服従心です。で、これはですね、まあ、犬を例えば、まあ、ちょっと途中で出てくるんですけど、主従関係とか、こう、主人とこうね、それに尽くすものという関係にしてしまうの良くないよって言われる方も最近だと中には見えます。私が上っていうよりかは、もう一番の家族としてこう接しているので、まあ、上下関係ってどうなのって思う時も、ね、もちろんあったんですけれども、ただやっぱり犬って群れで生きる生き物なんですよね。なので、やっぱりそういうふうにリーダーがいた方が犬も迷わないんですよ。で、ワンちゃんも自信がつく。ということで、犬はね、誰かにこう服従させるか、もしくは自分がリーダーに立つかの選択肢が2つしかないとなった時に、やっぱりこの人間界で生きていくには、人間に対して服従してもらった方がワンちゃんにとってもプラスになるんじゃないかなというところで、犬に対する服従心をつけるため。